米国産牛肉。米国産牛肉とは、アメリカ合衆国を原産地とするか、または、アメリカ合衆国で加工された牛肉。約1億頭の牛が飼育され、年間約3500万頭の牛が牛肉として、加工される。トウモロコシなどの穀物飼料が使われ、赤身で油分が多いとされる、グレーンフェット、穀物飼育牛が80%を占める、一方、 オージービーフなどは、身の割合が多いグラスフェット、牧草飼育牛が多い。米国農務省、USDA による品質格付けがあり、プライムチョイスセレクトスタンダードコマーシャルユーティリティ、カッターキャナーの8等級に格付けされる。日本においては1991年に輸入が自由化された。主に牛丼や牛タンの原材料用に多用され、スーパーマーケットでは、 カタロース、サーロインなどの部位が販売されている。また、焼肉レストランで牛タン、ハラミ、カルビ等が多く使われている。生後約1年ほど放牧場で飼育された後、フィードロットと呼ばれる集中飼育施設に移され飼育される。飼育には6種類の成長ホルモン剤の使用が認められている。通常飼育施設に搬入された段階で、耳の後ろに1センチほどの 小さな円筒形のホルモン剤を注入する。しかし、それぞれに決められた、旧薬期間に基づいて、獣医師の管理の下で投与は実施される。万が一を考慮して、土地区の際に耳は切除され廃棄される。一部に出生管理やトレーサビリティの不備を指摘する、向きもあるが、これは安全性とは全く関連しないものであり、日本向けには、月齢証明、または枝肉による、成熟度により、 月齢が判定される。米国 FDA は動物に批判する動物のタンパク質を牛の餌に与えることを許容している。例えば、鶏糞や畜粉を牛に与えることは許容されており、牛や豚の肉骨粉は鳥の餌として与えられている。しかし、現実的に牛の肥育、飼育施設は中西部に、養鶏場は南部中心に立地していることから、鶏糞を与えるのは、 現実的ではない。また、大豆とおもろこしなどの植物性タンパクを給仕する方がコスト安であり、畜粉給仕は極めて稀なケースと言える。2010年には現在の家畜生産体制を考慮した市場規制の第2弾が実行されおり、これまで言われてきた懸念はないと言える。食肉処理加工企業はパッカーと呼ばれ、タイソンフーズ、エクセル、 JBS、ナショナルビーフパッキングの4社、4大パッカーが、シェアの8割を占める。1986年に、イギリスで、BSE が確認されたことを受け、1990年に、歩行困難な牛などを対象とした、BSE サーベイランス、供給病監視、検査システムを採用。アメリカでは1997年には、肉骨粉の飼料への使用が禁止された。 2001年に日本で2003年にはアメリカで牛界面上脳症 BSE の発生が確認された。これにより日本からの牛肉は輸出禁止となり米国産牛肉の輸入を日本、韓国、台湾などが禁止した。その後2005年には日米で定めた新たな輸入条件のもとで20ヶ月以下の牛に由来する骨なし牛肉のみ再開された。 日本では1990年代後半から伝達性海面上脳症に汚染された輸入人乾燥項膜の使用によりクロイツフェルトヤコブ病を発症した患者遺族らが損害賠償を求める薬害ヤコブ病訴訟やイギリスでの BSEU 死の発生からヤコブ病、狂牛病、いずれも伝達性海面上脳症に対する一定の情報が報じられていた。 日本では BSE に原因する変種やコブ病の発生はなく、一部マスコミや活動家が風評被害の原因になっていると指摘するところもある。現在食品安全委員会で国産、アメリカ、カナダ、フランス、オランダの牛肉に関する月例、危険部位のリスク再評価を実施中である。日本では2001年9月10日に千葉県の牧場で飼育されていた牛が、 BSE の疑いがあると農林水産省から発表され、その後の精密検査で BSE を発症していることが発表された。疑い牛の処分やスーパーマーケットでの国産牛肉、和牛の一時的な販売休止など、恐竜病パニックと言われる事態が生じた。しかしテレビでは9月11日21時過ぎ、日本標準時に発生したアメリカ同時多発テロと、それに関連する、 アフガニスタン侵攻、米国での炭素菌テロなどの報道に、ニュース番組は向こう3ヶ月間程度時を費やされた、ため、恐竜病をめぐる騒動については、ワイドショーや、生活情報番組を中心にしか報じられなかった。これが、いわゆる風評被害の発端となり、産地を問わず牛肉で調理される料理、焼肉、ステーキすき焼きなどを食すことを避ける動きが見られ、 外食産業ではそれに起因して一時的な減収とな。一方、生産業者、卸業者といった供給者側も大きな売り上げ、減少を被ったことから、日本政府、農林水産省は、同年10月より、国産牛肉買取事業で、損失保障を始めたが、これを悪用した、牛肉偽造事件が2002年に明らかとなる。さらに、大手スーパーの声優は、米国産。 カナダ産牛肉を和牛に偽装して販売したことでお詫びとして購入者を募り返金者が殺到する共偽装肉返金事件を起こした。2003年末の米国産牛肉の輸入禁止により、同品を大量輸入していた大手牛丼チェーンは商品供給への影響を懸念する。一部は特盛の取り扱いを中止して消費量を抑制したが2004年2月までに すでに輸入して、冷凍貯蔵していた流通在庫が底をつき、相次いで牛丼の提供が停止される事態となった。また、牛丼のレトルトパックも販売が停止され、ネットオークションで高値をつける事態となった。牛丼の代わりに豚肉を用いた豚丼などを売り出すといった代替商品で対応するほか、他国産の牛肉に切り替えて牛丼の提供を再開するチェーンもあり、 好きや、全哨は、OGB、松屋フーズは、中国産、後に、OG に、切り替えを用いて再開した。その一方で、当時の最大手である、吉野や D&C はレシピ上、米国産牛肉の、使用に固執した、同社は198年代にレシピを変えたことにより、客足が遠のき、倒産した経験があるため、牛丼の販売が、 米国産牛肉の安定供給がなされる2006年9月になるまで約2年半もの間、出店契約上、牛丼しか提供できないごくわずかな店舗、和牛を使用を除き中止されたままとなっていた。一部の人の間では、強い人気を誇る存在となった牛丼を販売する大手飲食店では輸入再開にあたり、吉野家は、 米国産牛肉を使用した商品の提供を決定。2006年9月中旬により、数量限定、メニュー限定、特盛り、牛皿を扱わない店舗限定で販売を再開し、徐々に販売量を増やしていき、2008年には販売休止前の供給状態に戻った。松屋は検討中、スキ屋は安全性の懸念から当面見送りを表明するなど、対応が分かれていた。 スキーヤを経営する全商からは、米国産牛肉を使用することに対して、批判のコメントも出されている。なお、牛丼の代替商品として発売した経緯がある、豚丼については、レギュラーメニュー化して、販売を継続する企業、吉野屋、松屋フーズと、取り扱いを休止する企業、全商に分かれてい,いが、2011年から2012年にかけて、吉野屋は、 いわゆる帯広系豚丼にメニューを変更し、松屋は取り扱いをやめた。輸入再開の条件として、アメリカの生産団体の一部からも、全頭検査をしたいと要望が出されたが、アメリカ政府は、全頭検査を必要とする科学的根拠がないとの主張のもとに、これを拒否した。日本での金融措置が解除されないことで、畜産業界選出の連邦議会議員たちは、 2004年から2005年にかけて中日大使館へ出向いて輸出再開を要請する所管を手渡したり、米国通商代表部に対して日本輸出品の関税引上げによる制裁を要請するなどの強い行使で構え、2005年11月に来日したジョージ・ W ブッシュ大統領と小泉純一郎首相の日米首脳会談などでの高校賞の結果、 日本政府は2005年12月の再開を決定した。条件として、生後20ヶ月以下の危険部位の除去がなされた牛肉を対象に輸入が限定的に再開された。輸入再開、金融解除については、外交政策、通商政策をめぐる思惑から、政策決定までのプロセスが不透明であったこともあり、米国産のブランド価値の低下や、 牛肉を含めた食の安全に対する信頼性の低下などが懸念された。輸入再開から1ヶ月ほど経過した2006年1月20日、成田国際空港の動物検疫所での無作為に選定した輸入品の抜き打ち検査から BSE の特定危険部位の一つとされ、輸入が禁止されている石中の混入が見つかる。これを受け、日本政府は再び輸入禁止を決めた。 当該商品の検査を担当したアメリカの輸出牛肉検査官が日本向けの商品から石柱を取り除かなければならないことを承知しておらず人為的ミスそのまま輸出されたと伝えられた米国では輸出禁止措置が迅速に取られたためアメリカ食肉協会は日本に対し厳しすぎると声明を出した一方で日本の当時の野党や消費者団体はアメリカの生産者は 日本国民の生命をないがしろにしているとアメリカ側を非難している。その後、日本政府がアメリカの加工施設を査察し、2006年7月27日、安全性が確認された施設に限り輸入を再開することを正式決定した。その一方で、アメリカ側はすでに輸出可能な牛の条件を生後30ヶ月以下に変更するように求めている。 西友では日本の大手スーパーの先陣を切って2007年3月31日から一部店舗で販売を再開すると発表した。読売新聞によれば販売再開の背景には現在の親会社であるウォルマートの移行の影が指摘されている。2007年4月6日、神戸港で衛生証明書に記載がない冷蔵炭が混入と発表された。 2007年4月24日、現地査察で問題のない施設から輸入した牛肉の全箱検査を終えることで、日米両政府が合意した。2011年暮れに、厚生労働省はこれまで適用されていた20ヶ月年を前提にした、輸入管理、国産の BSE 検査対象を、SRM、特定危険部位の見直しと合わせ食品、安全委員会に諮問した。 基本的諮問内容は、現在の月齢基準である20ヶ月年を30ヶ月年に変更し、特定危険部位から石中などを削除した場合、国産、米国産、カナダ産、フランス産、オランダ産のリスクに現行との差があるかの判定、またこの判定後に、月齢基準を30ヶ月齢帳とした場合のリスクの現行との差の判定である。 現在食品安全委員会による答申案についてのパブリックコメントを10月10日まで実施している。アメリカでは牛を短期間で飼育させる成長促進剤としてホルモン剤の投与が行われている。アメリカ産の牛肉には女性ホルモンの一種であるエストロゲンがホルモン剤を使用していない国産肉と比較して約600倍の残留が検出されている。なお、 ホルモン剤の使用は日本やヨーロッパでは禁止されている。エストロゲンは女性の成長に必要なホルモンであるが外部から摂取することは癌の発症に関与していると考えられている。牛肉消費量の増加とともにホルモン依存性がんの患者数が約5倍に増加していることからアメリカ産牛肉が癌の原因であると示唆されている。2006年12月に 韓国に輸出された牛肉から、同国の寄生値を上回るダイオキシンが検出され、検疫不合格となり廃棄された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。